さんこんにちは、アシスタントハイキミシクのマイダックスです。今日はデジタル相談室、石川さんお願いします。はい、石川です。はい、さあ今日はなんか前回やった石川さんの回ね、このフォトショップでレタッチをするっていうのがありましたけれども、それの応用みたいな感じなんですか？応用というか続きでしょうかね。まあレタッチした後に、まあ今回まあ例としては YouTube のサムネイルみたいなことを言ってたんですけど、サムネイルとかにしようとした時、先ほどグリーンバックの状態ではそのまま使えるわけではないので、まあまあ使わないですね。まあ部分的にやっぱり人物だけ切り取りたいっていうふうなことをしたいわけなんですよ。はいはいはい、でその切り取った後に、まあじゃあどう手を加えるかっていうふうなものをちょっとご紹介したいなと思うんですね。はい。はい、で人物切り取っていきたいなって思った時に、まあ昔だったら結構大変だったんですけども、今のフォトショップは本当あって簡単なんですよ。はい、なのでまずそれをちょっとご紹介したいなと思うんですけども、はい、フォトショップのツールにまずこちらの方にですね、自動選択ツールというふうなのがあります。はい、でその自動選択ツールを選んだら、あとはですね、右上のところに被写体を選択っていうふうな項目があるんですよ。はい、なのでこの被写体を選択っていうふうなところをポンとクリックしていくと、もう勝手にですね、わかりますでしょうか、もう自動で被写体を選択してくれた状態になりますね。 AI 様々なわけですよね。そうですね、もうどれが人物かっていうかもうわかるわけですよ。すごいですよね。はい、これ年々進化していってますよね、これね。そうですね、うん、昔もうちょっとあれだったなっていう、もうちょっと荒かったですよね。はい、なんか椅子まで僕の人物みたいな感じになってるような。ただですね、これなんでやっぱり綺麗になってるかというと、前回のレタッチというか少し画像を整えているっていうところがポイントでもあるんですよ。やっぱりこう少しメリハリをつけてあげて、人物の輪郭とかを明確に仕上げていることによって、より綺麗に切り抜けるような状態に下準備してたのが前回なんですよ。まあ、アドビさんのもちろん AI の技術もさることながら、まあ、前回のそのまあね、こう画像がやっぱりボショボショになっていたら、それがこうどこが境目なのか分かりにくいところを、まあ、より分かりやすくしていたがためにこれやりやすくなっていると。そうですね。は、はい、でその上で、フォトショップ、まあ、こういうふうに今、前田さんが輪郭切り抜かれているような感じで、まあ、前田さん結構はっきりした輪郭してくれているので、僕ね切り抜きやすい方なんですよ。なので正直これあんまりいじる必要がないなっていうふうなくらいにしっかり綺麗に出てくれてはいるんですけども、まあ、僕がちょっと少し手を加えるときに、ここでクリップ、フォトショップの場合は、キーボードの Q を押すと、これ、ね、どこが今選択配慮されているかっていうふうな、状態が分かるようになってますよ。で、そうすると、今赤くなっているところが選択範囲の範囲だったりするんですけども、例えばこういうふうなメガネのところとかっていうのはもうちょっとくり抜いちゃっておいた方がいいんじゃないかなと思ったときとかには、はい、ペンツール、ブラシツールで、ブラシが今どこにいた？こっちだ。どうでブラシ。ブラシの設定、はい、で、ちょっと少し輪郭がはっきりするようなブラシとかにしまして、まあ、こういうふうにですね、ちょっと、選択範囲の部分をちょっと増やしてあげてしまうっていうふうなことをやったりします。なるほど。今この赤くなってる部分が選択範囲ではあるから、それをまあある意味筆で増やしていってるってことですね。そうですね。はい、まあ、より丁寧にやっていこうかなと思うと、こういうふうな少し拡大すると、やっぱりちょっと緑がかってる縁ができちゃってたりするんですけども、ここも今回は無視してしまおうかなと思います。で、こういうふうにちょっとだけ手を加えたりして、ちょっと選択範囲の部分を拡張してあげたら、もう一回 Q ボタンを押します。でこれによって、まあ、選択範囲が下準備が出来上がりました。でそしたらこれを切り抜くっていうふうなことをやろうとしたときはどうするかというと、右下の今度ちょっとレイヤーのところなんですけども、レイヤーのところの、こちらの方にですねマスクがあるので、おっとこちらですね、マスク、このアイコンをポンとマスクを追加っていうふうにやると、もう選択範囲の部分が見えなくなります。はい、まあフォトショップですね。はい、ありがたいな。もうこれだけでもう本当、一瞬にして切り抜かれたわけなんですけども、はい、でこれでまあ簡単に画像を切り抜くことはできたんですけども、ただですね、今回元々の画像自体のまあちょっと
影響がちょっとあるところが、周りがグリーンの、バックだったので反射光というのは結構グリーン残ってしまってるんですよ。例えばこういうふうな肌のところにも少しグリーンがかった部分があったりとか、まあこういうふうな特に白い肌のところっていうのはより明確に緑が残ってしまっている部分っていうのはあるかなと思います。ただ今回前田さんの洋服がですね、赤色とか青色なので、あまりこの服の部分は緑色というふうなのがあまり目立たない感じになっているかなと思うので、まあ、白い服だと周りの影響を受けやすいですよね、はい、なので、まあ、そこまで神経質にやる必要はないかなとは思うんですけども、まあ、この肌の部分とかちょっと気になるなとか、あとはこの時計のところも意外と緑色が入ってしまったりするんですよ、うん、なので意外とこのサムネイルに使って他の画像と組み合わせた時にこの緑色の部分がちょっと気になるなっていうようなことがあるので、それをちょっとだけ、少し手を直す方法というのをちょっとご紹介します。これは、まあはい、あくまで僕のやり方になってきてしまうところであるんですけども、はい、どうするかというと、レイヤーを一つ追加します、うん、一つレイヤーを追加しましたら、ですね、まあ、ちょっともう基本操作を忘れてしまってるのでショートカットでやってしまうんですけども、はい、コントロールとオルトと G でまず、クイックマスクをかけてしまいます。なるほど、コントロールオルト G なので、はい、Mac で言うとコマンド、コマンドオプション G ですね、はい、で、クイックマスクが入っているあの状態です。で、そしたらですね、今度合成書を変えちゃうんですよ。で、合成書を何するかというと、色相というのがあるので、色相、はい、この色相というのを選んでしまいます、はい、でそしたらあとはペンツールにしまして、ちょっとブラシサイズを大きくしつつ、あとはですね、この時にブラシツールの時キーボードのオルト、マックだとオプションキーになりますけども、はい、押すとスポイトキーになるんですよ、はい、でスポイトキーになるので、ここら辺の肌色のところをスポイトしたりすると、このちょっと近いところの色ですかね、もうちょっと近いところの色をスポイトしつつ、上から単純にもう乗せていくだけで緑色なくなってくれます。色相っていうのがこんなことできるんですね。はい、でこのように、合成書、この合成手法のところをですね、この色相というふうなのを選んで、周りの色からスポイトして上から塗っていくと、その色に変更していくことができてしまうんですよ。なるほど、これは普通のペンでいけ、ペンというかブラシでいけるんですね。普通のブラシです。はー。なので、例えばここら辺の、腕時計のところも、うん、まあ、これも黒なので、黒の色とかをスポイトしてしまって、うん、上から、ちょっとすみません、色が完全にこれ、意外とこれ色相なので、これちょっとこっちの青色入っちゃってるんですよ、これ。なので、こっち左寄りにしとかないといけないので、まあ、ここはちょっと、少し単純にスポイトで拾ったりすると、うまくいかない部分もあってしまうんですけど。なるほど、その変えたい色の影響を受けちゃう可能性がある。そうですね、うん、なので、これでちょっと黒色にした状態だと、こういうふうに上からなぞっていけば、この緑色っていう風なのを消していくことができるかなっていうふうなところですね。まあ、もちろん肌にはちょっとその悪影響を及ぼしか、まあそうですね、及ぼしちゃうから、それをこう触れないようにね、はい、少し調節しながらっていうところですね、はいはいはい、なので肌のところに関しては先ほどと同じようにこういうふうにやっていくと、輪郭のところに関してもあっという間に緑色の縁がなくなっていってくれたりするわけですね。フォトショップありがとうですね。でこういったところとかも、この赤色のところも細かくやるのであれば、スポイトしながらこういったことをやっていくと縁が綺麗にしていくことができるわけですね。あら、綺麗な肌色。もう僕のね、こうちょっと放送できないようなヒゲ。ヒゲのところもですね、これ黒にしてあげたりすると意外とあっさりと、ああ、ただ難しいか、これちょっと肌に寄りすぎてますよね。意外と髪の毛のあの先生、前田さんのあ、まあ僕の髪の毛は簡単ですよ帽子かぶられているのであれなんですけども、うん、髪の毛とかで反射しているところのところも黒色とか、もしくは、まあ、染めてたりすると、まあ、その茶色とか周りの色っていうか、もともとの髪の毛の色と同じような色とかで上から持っていくと、普通に反射光のところを修正したりすることができてしまいますので、まあ、こんな感じでちょっとブラシサイズを大きくしたりしたりするとより馴染ませやすくなるかなというところですね。あ、すごいですね。はい、まあ、こんな感じでやっていくと、その、部分的にちょっと緑色とかが入ってきて気持ち悪いなっていうふうなところを、少し減らしてあげることができるかなというところなので、まあ、こういうふうなことをやっていくともしいいんじゃないかなっていうところで、少し参考にしていただければと思います。
なるほど。あの色の置き換えのブラシをよく使ってましたけども、はい、まあ、それに近いようなというか、まあ、いろいろとまた調整できるようなものがこの、ね、新しく作られたその色相のレイヤーなんですね。そうですね。あ、面白い。 ありがとうございました。いやー、いや、さすがですね、石川さん。ね、まあ、いろんなことを知って自分で選べるといいですよね。まあ、いろいろなこの色相というのかもう、ね、色調を変える、まあ、技術というのがあると思いますので、皆さんもいろいろ試してみてください。はい、では今日の動画良かったという方、高評価、チャンネル登録いただけると嬉しいです。また、いや、こういう方法もある、もしくはあれどうやったらいいの、ね、悩みがある方、フォトショップの悩みに関しても石川先生の方で答えていきますので、ぜひともコメント欄をご利用いただければと思います。はい、さあ、では今日の背景備蓄の動画はこれでおしまい。次回もまた見てくださいね。